はい、皆さんこんにちは、ハナです。ハロー。すっぴんの汚い感じがよく映って非常に嫌なんですけど、今ですね、私のスタジオの改装をね、かなり進めてきて、今大詰めという感じでね。はい、これがね、今の私のスタジオっていうか、まあ一番メインのデスク周りの感じなんですけど、こう私のすごい気に入ってる窓辺にこう L 字のデスクっていう形、これはいいんだけど、これも改装してなんとか作り上げた環境なんだけど、これね、こうサブデスクみたいになってる、これ動かせるキャスター付きの折りたたみのテーブルなのね。私たまにこれを、よいしょ。こんな感じで、ほら、ここにくっつけて、主に Mac、スタジオディスプレイに向かって作業したいときは、こうデスク持ってきて、椅子をこう置いて、こっち側に座る。っていうのをしたり、今みたいにこっちにこのデスク置いといてサブ机みたいにしたり、移動式システムデスクみたいな感じになってるんだけど、これが超嫌い。嫌いっていうか、そう、なんちゅうの。このシステム動かして使うっていうシステムすんごい気に入ってるんだけど、これだけちょっとなんちゅうの汚ねえし、木目調みたいな濃い木目みたいな感じで、分かってて買ったんだけど、やっぱどうしてもなんかこの、イケアのグレーマットなデスクと、無印のこのシェルフの黒さとで、あんかちぐはぐですごく嫌なのね。こう無印のデスクっていうか、これ、シェルフなんですよ、本当に。シェルフに、こう、スタジオディスプレイとか、トラックパッド、キーボードとか置いて、パソコン机、サブデスクみたいな感じに作ってるんですけど、これ?この部分だけを、もう一個買って、それにキャスターが付けられるんですね。それを付けて、ここに置く。だ、これがもう一個そのまま、ここに、できるっていう感じ。それをやりたいんだけど、ちょっと高いからと思って、これで妥協したんだけど、やっぱこれちょっと気に入らないので、それをもう一個作りたいですね。なんかさ、えらい地味な話なんだけど。ハロー。さっきからもう、押し入れの中とか、いらないものを捨てたりとか、掃除したりとか、いろいろしまくってて、もう埃を吸い込みすぎて、マジで、しんどい。はい、今日はですね、いろんなものを新しく組み立てたりする、まあ、新しく搬入されてきたものを置いて、さらに理想的なスタジオデスクにしていこうという感じで、サブのデスクをここに置きたいって言ったのを、これね、届いたので作ろうと思います。で、あと、新しい椅子ね、今まで使った椅子はもうあっち持ってちゃった。椅子があったんですけど、また新しく椅子を買ったので、そちらを組み立てるのと、あともう一個めちゃくちゃやばいものを今回買ったので、そのセッティングをしていこうと思います。やることがいっぱいなんだけど、今日はとりあえず、今日はっていうか、まずは、デスクですね。これをもう一個作りたいからっていうところから始まった改装なので、それを今からやってから、それに合わせて他のものも組み立てたり、設置していったりしようと思います。レッツゴー!Guess I'm going through a phase of feeling kind of low. I never leave the house, but I'm not home. Can't tell if I'm awake or living in a dream. A caterpillar drifting down a stream. And I just wanna fly away, but I can't seem to get my feet up off the ground. Everything is turning upside down. Maybe we're just butterflies, butterflies.Consciousness is just a state of mind. I'll meditate to metamorphosize. I need a change, I shift it paradigm.イエーイ、デスクできました。今こんな感じで組み立てたんですけど、よいしょ。でタイヤをつけたので、ここに移動してくっつけることもできるし、別のところに避けてなんか違うことに使ったり、完璧ですね、大成功で。今これ見たらわかると思うんですけど、
これね、ここ、実際ここ段差ができちゃってるんですよ。こっちの方が高くなってるの。これ足、全く同じパーツ使ってるけど、もともとあったデスクのやつと違って、こっちはキャスターが付いてるから、キャスターの分、こっちの方が高くなっちゃうんですよ。で、これではちょっとまずいので、ここが全部フラットにならないといけないので、これじゃちょっとまずいので、秘密兵器を投入します。はい、ということで、次の作業はこちら、高さ調節、なんとか、なんちゅうのこれ。アマゾンで売ってたやつなんですけど、こんな感じで、よいしょ。高さが調節できるもの。家具、デスクとか、こたつとか、なんでも椅子とか、ベッドとか。そういうのの高さを調節できるってやつが、検索するとアマゾンで山ほど出てきて、これ1セット1000いくらするから、なんか4泊ぐらいで5、6000円ぐらいになっちゃって、なんかこれだけのためにすごいお金かかってちょっと嫌なんですけど、でもしょうがない。これがもうこれが一番大事だからね。これのために全部高さを合わせるっていう作業しなきゃいけないから、今からあいつらを一つ一つストレージと向こうのメインのデスクの足にかませていこうと思います。めちゃくちゃ大変そうな作業なんだけど、やらないといけないので頑張ります。Underneath my wings and I'm alive again Seeing everything through a new lens Maybe we're just butterflies, butterflies Going through a chrysalis Don't you ever wonder why, wonder why We've been going through... はい、ということで若干ね、わかりにくいんですけど、すべてのキャスターというか、すべての机とストレージの下に置くことができました。なんか思ったより大変じゃなかった。最初に作ったデスクと、まあもちろんね、そんな、ぴったんこにはならないんだけど、移動した来た時にちゃんと、だいたいね、高さが合う感じで。だからここ一応橋渡しにして、iPad Pro 置いたりとかして、作業しても、まあ、気をつけながらやれば、ドン、大丈夫っていう感じですね。次の日です。朝から無印をはしごして、昨日の続きのためのちょっと足りないものとかを買ったりしてきていたんですけど、今こんな感じになってますね。はい、はい、昨日やってこんな感じになりました。で、椅子ね、これ椅子組み立てたの。これちょっとまあ座ったところはまた後でお見せしますけど、マジでこれすっごいいい。私超気に入ったこの椅子。本当買い替えてよかった。今まで使ってた無印のちっちゃい椅子よりも背中が高くて、後ろメッシュになってて、もうここがね、広くて、私お尻大きいから、ちょっと無印のちっちゃくて座りにくかったんですけど、あと肘置きが今回ついて、これ、こんな感じで肘置き動くんですけど、っていういい感じの椅子を変えて、で、ここに、これが今朝買ってきたものなんですけど、無印の頑丈ボックスっていうのが、ここにぴったりなのね。で、これをここに置いて、クッション置いて、これ何なのかっていうと、私ここに椅子持ってきて座った時に、ここにちょっとね、結構私、座る時は足を高く位置に置きたいっていう感じで、傾斜台みたいなのずっと置いてたんですけど、もっとなんか、この椅子があまりに快適すぎて、ここに座った時に、あ、もうあぐらかきたいってなっちゃって。なんで、ここに座ると、ここにちょうど足をあぐらの状態で乗せて、作業ができるっていう風な感じにしました。で、まあ今まで置いてた傾斜台みたいなのをあっちにちょっと積み上げて、このサブデスクがある時は、ここ座って、このぐらいの位置に座ると、足をズーンと今度はあぐらじゃなくて伸ばす形で、ふんぞり返って作業する。これはロッキングはないんですけど、ふんぞり返って作業するみたいな、そういうやり方もできるっていうのがあってね、すごくいい環境になりました。まあ実際に使ってるところはまた
後日完成したらお見せします。でですね、めちゃくちゃすっぴんなんだけどで、今回さらにあと一つ最後にやばいものを設置しようと思います。そちらがですね、ご紹介しましょう。こちらです。じゃーんイエーイはい、こちらズズン LG、 イエーイ、 LG のウルトラファイン 4K ディスプレイ 23.7 インチをゲットしたぞはい、ということでね、突然何なんだって感じなんですけど、こちら LG のウルトラファイン 4K ディスプレイをゲットしました。これはね、まあ、Apple に長らく純純正として販売されている、まあ、LG 製なんだけど、Mac に超、Mac とか iPad とかに超最適化されて、画面ももう 4K だけど、もう Mac のリキッドレティナ系のディスプレイと、まあ、ほぼ変わらないぐらいめっちゃ綺麗っていう、だいぶお高いけど純正じゃない、無純正のスタジオディスプレイとかよりはだいぶお安いっていう、まあそれが、こういうディスプレイがあって、私はこのスタジオディスプレイが出る前からこれをいつか手に入れたいなっていうふうに思ってたんですけど、スタジオディスプレイが出て結局スタジオディスプレイを買って、まあこれは買わなかったっていう感じなんですけど、けど結局買ったんですよiOS 16からは iPad が、M1 チップの iPad がディスプレイにフルサポートになるじゃないですか。そうなった時にやっぱり iPad も外部出力して使いたいなっていうふうに思ってるんですよ。で、そうなった時にはスタジオディスプレイとつないで使おうと思ってたんですけど、 Mac を最近使う頻度が増えてきて、両方同時に Mac と iPad 両方同時に使うっていうことが結構多いんですよ。だからこれスタジオディスプレイも快適に Mac で使いつつ、 iPadOS 16 のステージマネージャーの外部ディスプレイのサポートも使いたいなーって思ってて、私のバイト先ではiMac をデータの入力するのに使ってて、で iMac がそれちょっと古い iMac で21インチの iMac なんですよ。で、その21インチの iMac を久しぶりにバイトで仕事中触ったら、ああ、このちっちゃいディスプレイっていうかちっちゃいモニター、21インチの。いいなぁ、やっぱ見やすいな、コンパクトでと思って。スタジオディスプレイ27インチで、私にとってはちょっと大きめなんですね。あ、21インチってやっぱいいなっていうふうに思って、そっか、21インチのいい感じのディスプレイ家に追加したいなって思った時に、やっぱウルトラファイン、あれやっぱ欲しいな、最初に欲しいと思ってたけどっていう風になってきて、ウルトラファインは 23.7 なんですよ。21インチはでかいんですけど、27インチよりはだいぶちっちゃいので、いや欲しいなってふと思って、ちょっとこれ中古とかでないかなってバイト中仕事しながら思っちゃって、で休憩時間になんとなくバーって調べたら、このウルトラファイン 4K の23.7インチがジャンパラで56,800円で出てたんですよ。やばくないだいぶしかも状態がいいやつ。A ランクですよ、だから。と思って、何も考えずその場で能動的に、まだ在庫ありますかって。秋葉原のお店だったんですけど、問い合わせたら、お取り置きをする場合は、当日、その日のうちに電話で受けて、次の日になったらもうダメですっていう、そういうシステムらしくて。でもその日バイト終わったのはもう夕方の6時だったんですよ。で、秋葉原のジャンパラが夜の7時半に閉まると。で、もうギリギリなんですよ。またとか余裕がある時に電話して、時間を余裕を持っていくっていうのもできたけど、もう私はその時に、この56,800円のウルトラファインのディスプレイなんかもう、まず巡り合えないだろうっていう感覚にもなっちゃって、なんか知んないけど絶対買わないと後悔するってなって、もう欲しいってなっちゃってるから、もうちょっとも待てないんですよ。そんなことしてる間に誰かに出し抜かれたりしたらもう私泣いちゃうと急ごうっつって、自転車でブワーって最寄りの駅までかーいって、初めて止める地下駐車場にブワー止めて、電車にガー飛び乗って、私がそれでなんとか飛び乗った電車がジャンパラが閉まる15分前に秋葉原に着けると。で、着いて行こうと思ったら、その日に限って Google マップも Apple の純正のマップも全部コンパスがわけわかんない方向にバグになってて全然道が見つからないわけよ。迷っちゃって、で、あれどこだどこだ、そんなことしてるうちにあと10分で閉まっちゃうってなって、ひーってなって、その場でもう必死にシャンパランそのお店に電話して、ちょっと迷っちゃって道がわかんないんですよねって言って
なこと言われてもって感じじゃん。で、ジャンパラの人が、周り何見えますかって言われて、おのでんがありますみたいな。あ、じゃあその道を進んでもらって、こっち曲がったらありますっていうふうに教えてもらって、電話で、わかりましたってバーン切って、もう、走って、うわーって走って、秋葉原を激走して、よし、ここだってバーって入って、あと2分で閉店だ、うわー、すみません、もう閉店だと思うんですけど、このディスプレイを今日買いたくてメールしたものなんですって言って、そしたら店員さんが、あ、ディスプレイ、あ、これディスプレイなんて、多分こっちの方ですね。そっち曲がった方の店舗ですって言われて、違う店舗入っちゃったんですよ、私。ってなって、なんで近くに何店舗もあるんだと思って、あ、ごめんなさい、わかりましたって、バーンってまた走って、すぐ的数カード曲がったとこにあったわ、と思って、そこの店、バーンって入ったら、あと閉店1分前に、すいませんこのディスプレイを、めっちゃメール見して、ヤンパの店員さんも呆れた顔して、はぁ、みたいな。これありますかさあ、これですね、ありますって、少々お待ちくださいって持ってきてくれて、これはぁーと思って、で、これが箱なしの商品だと、箱なしの商品で安く売ってるっていうものだっていうのは私見つけた時点で知ってたから、このまま持ち帰るっていうふうに言われてたんですけど、ちょっと梱包するんで待ってくださいって言われて、ありがとうございます、すいませんって、もう閉店してんのに梱包までやってくれて、こんな感じでもうめっちゃ丁寧にプチプチで包んで取っ手までつけてくれて、私もう最悪これこうやって抱えて持って帰るつもりでいたから、あ、もう超ありがたいと思って、ごめんなさい、ギリギリで本当すいません、ありがとうございますつって、本当本当にどうか神様、あのチャンバラの店員さんたちに幸あれっていうね、そんな気持ちで、まあ、なんとか結構大変な思いをして買ったっていうウルトラファイン 4K、 私がずっとスタジオディスプレイが出るずっと前から憧れてたこのディスプレイをついにかなりお安く手に入れたっていうわけでございます。これここに普通に置いてもいいんですけど、私は今回これをモニターアームでつけたいと思ってます。もうずっと憧れだったんですよ。モニターアームで、ディスプレイをつないで設置するっていうのが、ただの憧れ形的に。はい、こちら、じゃじゃーん、エルゴ。エルゴトロンって書いてある。もうね、モニターアームでググるとこれしか出てこないぐらい、超ド定番のアマゾンで売ってるエルゴトロンの普通の黒いモニター、を買いました。で、これアマゾンで買ったんですけど、新品じゃなくて、なんかアマゾンアウトレットみたいな感じのやつで、なんか、一回誰かが開けて、ちょっと使ったかなんか知らんけど、返品して、アマゾンが一旦検品して、また売ってる、ちょっと、なんか、現品処分的なアウトレット品っていうやつらしいです。ちょっと傷入ってるぐらいなら、使えれば何でもいいんで、これに関しては。続けてみようと思います。イェーイ！結局また次の日になるっていうねでもね、昨日やってたモニターの取り付けが完了して、今朝デスク周りが完成しました。こちらです。じゃじゃーん、今お行儀よく並べてみたんですけど、モニターはねこんな感じでスタジオディスプレイの真横に持ってくるとこういう風になってて、今 iPad Pro 11インチと繋いでるんですけど、アームがこんな感じで、はい、こんな感じでアームちゃんと取り付けできました。ね、思った以上に調整とかそのぴったり合う感じにするのが難しくて、結構手間取っちゃったんですけど、非常に良い感じですね。これ今サンダーボルトの4のケーブルで iPad と繋がってるんですけど、ここまあ窓側に持ってってサブデスクを動かしてこっち側に座って。なんか作業するっていうのもできるし、こう持ってったりして、まあ並べたり、まあ割と好きなとこに。解像度も、この iPhone で今撮影してる映像じゃほとんど伝わらないと思うんですけど、すごい綺麗ですね、やっぱり。ウルトラファイン 4K。奥の方に昨日ボックスを買ってきてクッション敷いたやつ、謎の空間を作ったじゃない。これ何なのかっていうと、サブデスクがある場合は
こう足を近づけて、まあ、ここにサブデスクのこの補強パーツに足をかけるもよし、もう一個の上の方に足をかけるもよし、そこからさらに足を伸ばすと、ほら、ここに、わかる？足が全部入ってんの。これで足をザーッと伸ばして、これで作業するみたいな。もうこれがね、昨日、ほんともともとこれをやりたくて、この構成を作ったわけじゃないんだけど、このサブデスクと椅子を組み合わせてるうちに、あ、ここに足入れられるじゃんっていう、なんか座ってみた時に気づきになって、もう昨日の朝、速攻無印に行って追加で急遽このボックスとクッションを買うと、これがちょうどいいんじゃないのかなっていうことで買ってきたということで、今回この構成を作ってみて初めてこれができるんじゃないのかなっていう感じがあって、これ地味だけどめっちゃ感動してる今回。でね、めちゃくちゃ楽。足全部伸ばしてデスクワークできるなんて信じられない。私ほんとオットマンとかそういうのあるじゃないですか、ああいうのちょっとダサくてあんま置きたくないんですよ。だけどこれはこのくぼみにぴったりサイズのなんか空間みたいなのを自作できたこの感じがめっちゃいい。マック作業っていうのをまあなんだろう、この L 字の中でもうちょっと近づいてやりたいみたいになった時は、ここに足を今度は伸ばすんじゃなくて、よいしょ、こんな感じで、いやあのアグラスタイルで入れるっていうね、アグラスタイルで入れて、で、こう、作業すると、マジでちょうどいい。今回ちょっと、このセッティングもちょっと前めにしたから、スタジオディスプレイもうちょっと奥の方に置けるようになったから、目も、うん、手伸ばして、いい、ちょうどいい。これぐらいがいい感じの目線と言われてるんですけど、あんま近づきすぎると危ないんで、このぐらいにして、まあ、こう、キーボードとマウス、今あっちゃうけど、置いたり、ここで iPad の作業なんかしたり、ここでこうやって見たりね。こう、挟まりスタイルがめっちゃいい。これはね、ちょっと嬉しい子さん。はい。はい、という感じでございます。まあ、改装の様子もちょっとずつ追ってって、最終的には私、このスタジオツアー、デスクツアーっていうのをめっちゃやってみたいんですよ。まあ別に今やったっていいんですけど、やっぱり完成した状態にしてやりたいなっていうふうに思ってるので、それができたら、いいなと思ってますので、はい。今回はこんなところでございます。またスタジオ Vlog でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。